奈良県共同募金会は今日新型コロナの影響で困りごとを抱える人たちの支援に役立ててもらおうと県内22のボランティア団体などに女性を決定する通知書を交付しましたこれは新型コロナの影響が長引く中でボランティア団体などが行う食支援や学習支援居場所作りなどを県共同募金会が支援するものです 今日の交付式では県共同募金会会長の吉川雅俊さんが困難を抱える方々の支えとなることを期待しますと挨拶しましたそして県内22の社会福祉法人やボランティア団体などに対し合わせておよそ1200万円の女性決定通知書を手渡しました新型コロナの影響による社会とのつながりの希薄が課題となる中 通知書を受け取った団体は助成金を引きこもり支援や子ども食堂の運営などに役立てることにしています県共同募金会は今後も地域の課題解決に向けた取り組みを行いたいとしています